昨年の兵庫ジュニアグランプリで2着に入り、出走取り消しだった UAE ダービー以降は休養していたサトノフェニックス。オス3歳、立東、西園正人厩舎、父ヘニー・ヒューズ、ガレパード S、G3、8月4日、新潟競馬場、ダート 1800m で復帰することになった。鞍上は昨年の国内戦で手綱を取っていた和田龍二騎手イコール立東、フリーイコール。データで見る、サトノフェニックスの血統、戦績。西園正人調教師は、海外では残念でしたが、順調に回復しています。今回は、この距離でどんな競馬をするのか、今後の試金石になると思っています、と説明した。